ほっほっほっ。加藤さん、1985年といえばどうしてもこの外せないお話としまして、うん、当時の球団社長が乗った日航機、はいはい、オスタカヤマの事件ね、うん、その事件がありましたでしょ。あった。事故、あのあったりっていうのは、うん、どうチームとして帽子をつけて戦ったりしてましたでしょ。うん、あの事件の前日までは平和台で、ヤクルト相手の2連戦やったかな。ほうで2試合目を勝って通路のとこで中野社長とわし握手したよ。その前日ですか。前日、おい加藤さんよかったな今日は言って、 ありがとうございます言って握手して、ほんでロッカーに上がった記憶あんね。でその明くる日に多分一緒の飛行機で東京に入る予定やったのが、オーナーは何かの用事があってで早めに入ったとかな。あ、それって便が変わったんですか。うん、なんかそんなこと聞いた。初めは同じ便で東京に入る予定やったのを一便早くしたかなんかで、これでわしらがあの日、九州から東京入って、これでその日、夕方以降、うん、それこそ岡田、平田、木戸3人とわしと4人で知り合いの人と一緒に飯食って、いつもやったら「おいお前ら帰れ」と、ええ、もう門限やから言うて、でわしだけいつも残っとったのを、何か知らんけどその時は「わしも今日帰るわ」言うて「え母さん珍しいやない」言うて「いやいやたまにゃお前らと一緒に帰るわ」言うてタクシー1台に乗ったんや。ほでそのサテライトというホテルの正面が見えるのが直進が長いんね。でパッと見たら人がたむろしとるから、おい何や何かあったんかな言うて、そのままホテル入ったらマネージャーが「おい川すぐ部屋入れよ」言うて、部屋入ってテレビつけたらもうその事件のあれが全部出とった。これでもずっと名前が出てくるじゃない。で中野はじめと出て「えあこれで下みんな取材に来とるんやな」と思って、で明くる日の昼に全員集合して、で詳細を聞かされたわけよ。だからそれからあと、うん、どう戦ったんかな、もう一つ記憶ないんやけど、多分それは猛将とかそれは当然つけてゲームには臨んだと思う、うん、まあ実際そのあとそのショックで6連敗あ6連覇した、うん、その次の日からです、うん、ただそれから盛り返して、うん、もうそこから先は一直線で優勝という、うん、あれ8月やろ8月12日ですね。あそう盆前か、そうですね盆頃やな、はい、うん、そうか、あそうやそれやったら分かるわ。それからあと6連敗してそこから勝ち出して、で9月の初めぐらいに広島球場での2連戦やったんや、はい、それに連勝して、ほで横浜に行ってのマジック点灯という、そういう流れ違ったかな。そうですそうです、うん、そこで6連勝してます。あのえ広島、うん、横浜と、うんうんうん、ほんで一気にマジックが22ぐらい点灯さして、そっからもうあっという間に一桁いったわな、はい、はい、そうです。一回も消してないんちゃうかな。消してないと思います、ね、うん、だからあれはもう衝撃的でしたですね。うん、だってこればっかりはまさかということやったからね。まあだけどこういうことだけは忍んでほしいわね、はい、もうそういうな、うん、
でその後、まあ、あの先ほどのマジック出てから一挙にっていう話になって、うん、でこれ僕も言ってましたけど、うん、最後あの神宮球場で優勝の一戦ありましたし、うん、その前にね、はい、その広島で、ええ、巨人広島タイガースと3球団で争っとって、初めにジャイアンツがもうあのこけたわね、はい、で広島とその9月の初めに2連戦で、勝った方が優勝に近づくという、その時のね、ゲーム始まる前かな、これだけ遊びの好きなやつらが不思議と出んかったんや、その広島戦。あ、重要な重要な前ですか、うん、みんながね、やっぱりそういう時って分かっとるからを自重しようと、この2連戦ほど意味のある意義のある2連戦ない。ほんで大抵はマネージャーの末永さん言って、当時マネージャーしとった人が、何かある時にはいつもかは今日みんなやめてくれよな、出る前はこうしてくれああしてくれっちゅう話が必ず言うてきよったよ。ほやけどその日に限って連中はみんな晩飯食っとんねん、あのホテルで、ホテルで、はい、な、ほやから末さんも、おい川どうしたんや言うから、いやみんな明日からの一戦というものをみんな分かっとんじゃないですか言って、いいじゃないですかこれでって、それはすごい話ですね、うん、これでかな、わしに岡田が、母さん明日選手会のミーティングしましょうよ言って、その時に、選手会、選手みんな集まって出発前にミーティングやったはずやね、わしは覚えとれへん、周りから川さんあの時なんか言ったらしいですよね、これ知らんわねわしは言うて覚えてねえんだけど、なんかそういうことをやって、ほんでその時のねピッチャーで最年長の野村治、はい、太陽から、はい、来ました、うん、あの人がまたね投手陣をねきちっとまとめとった。だから野村さんとよう言うとった、野村さんわしらおじんおじん言うとった、で川、ちょっと相談がある言うたら、いつもおじんが、まあ、ピッチャー陣はもうとにかく、わしらでやるから、野手の方は川、お前、知っての通りやからやっておいて、その投手陣と野手陣をうまいことこう話をしながら、おじんが何か言ったら言うてきて話しとって。その野村さんが2戦目の先発やって、なかなかねピッチャーいなかったよその頃。その時におじんがね5回か6回ぐらいまでいいピッチングしたね。それで一気に加速した記憶がある。だからそれまでのね投手陣を束ね取ったあのおじんの言葉っていうのは結構抜けた面白い言葉ばっかり入っとって、だからとにかくゲーム前はベンチの中っていうのは堅苦しい雰囲気なんかこれっぽちもない、どの人間を探したってアホなことばっかりしか言わへんねんから、それだって真面目にこれになっとんの平田一人やから、だからバクバク殴れとるわけ、でもそういうチームやからよ。まあ他球団も似たり寄ったりやけどな、その頃の。まあでも今の阪神の選手と比べてもやっぱり大人と子供みたいな違いありますね、うん。今のような雰囲気やったら、まあそれこそ今の連中誰も入ってこれないやろな。おい、肉いっとけお前ら、言うて。そこまでお前、あんな考えしかできないのは、言うて、そういうふうな、流れいうかその雰囲気を持った連中ばっかりやった。まあ、本当みんな何とかしてくれそうな。うん、うん、任すぞ言ったら、おい任せいって。だから守備やったらお前に任しとんやんから、打つんやったらお前に任しとんやん、
走りはお前に任せとんやって、それぞれに自分自身に自信持ったやつらばっかりやから、そんなもん失敗したってたかが一回の失敗ぐらい何言うとんじゃちゅう連中やから、答えへんわな。でもそうやってもう日頃こう表に出て上がる選手たちが、うん、その一戦に備えて、うん、だから全員がこうなるっちゅうのはこれすごい話。ほやからマネージャーもびっくりしたんや、おい川あんまり意識すなよ言うて、みんな出るように言ってくれよ言うから、末さんそんなんこいつらもう大人のチームやんか、こいつらの好きなようにやらしたらええやん言うて、ほんで明くる日を迎えたわ。なるほど、うん、広島戦の前ですね。前だからね、なんせあの2年戦地のむっちゃかいあれや印象に残ってんね。まあ、そこから本当もう加速するようになっていきましたから、うんうん、だから勝負の山を越したらあとは早い。そうなんですね、うん、だから山を迎えるまではそら一山二山越したりまた落ち込んだりっていうのはあるだろうけど、最後の一山越せばあとはもう悩まんでもええ。だから今のチームもまだまだ一山二山どころの話じゃないと思う。これぐらいのことでこけとるようじゃあかん、気にするようじゃあかん。だから今あのゲームで監督が泣いたうんぬんってまだ騒いどるけど、監督もあれぐらいで泣いたらあかん、気持ちはわからんでもない。だけど信じたこの連中であるんやから、なそれこそこっから先は自信持って作り上げてきたのは俺なんだという自負があるんやから、胸やったらええの、うん、周りの言うことはクソくらいでええんで、うん、あれ当時吉田監督は涙流されたりしました、うん、な泣くわけないやんけそうですよね、私たちは挑戦者ですから一丸となってもう口の中にお前もの頬張ってばっかりおったわ、あれ白星を頬張っとったと思うわでもなんかやっぱりそういう余裕は欲しいですよね。うん、欲しいな、はい、うん、だからだって選手というのは全て監督の一挙手一投足を全部見とるから、だから何考えとるんや何言いたいんやって、もあらゆる精神面まで見透かすからね選手は。だから監督っていうのは監督の姿というのはむっちゃくちゃ大事ない。だからまああの時代のチームカラーと今のチームカラーとはまるで違うけど、今の時代のことはとやかく言うようなことはないからな、今はあの時代を振り返り言うとるから振り返っとるんだってな現役時代でマジック点灯したっていうのは初めてよ。初めてですね、それは、うん、あれマジック点灯したらよくほらチームが気にっていう話だったけど、うん、当時どうだったんですか、阪神の裏側としてベンチの裏側としてもうマジック点灯した瞬間からまずマジックをつけたら優勝やってもうわしは確信しとったやん。だから早くとマジックつけようやと、あの広島の2連戦2連勝してからもうその気になったよ。これで次の横浜で太陽相手やったらもう勝ったらマジックつくはずやって、もうそうなったらもう優勝やんけって普通にも戦っていこうやと言って、目標あるチームと周りはもう相手は目標ないやんけ、負けるわけないわ言うて、もうそんな雰囲気やんけ。負ける気しないもん、そういう時は。9月ですよね、あの山本和之さんがアキレス腱、アキレス腱だからついてからであれば大変あのそんなに影響はないけど、つく前やから結構動揺したと思うけどな、うん、まあ、そういうことになれば動揺しますよね、抑えがですもんね、うん、そうやね、9月4日ですから前ですね、前やな、あんな直前ですよ、そうや、だからさあ今からマジック点灯して優勝を目指してという時やんけ、
それはやっぱり数の故障というのは一瞬答えだよ。これそれでいくと本当にさっきのあの2連戦の前ですよ。うん。なぜこの4日の練習があって2日間空いて広島戦ですか。そうですそうです。だから試練ですね。うん。当時最後の試練みたいなもん来たんちゃうかな。ここでね。うん。さあこれどう乗り切るんや。最後はもう抑えやろ。おや抑えのやついなくなったんかい。じゃあもうお前中西任すしかないけど、おい中西一人で大丈夫かよと。それやったらなあいう、そういうやっぱり不安の要素はあった。それでみんなっていうところですか。うん、そうやな。逆に、うん、やっぱりピッチャーをもともと打線で助けていくというのがあの年はもう初めから野手は思っとったからね。やっぱりそういうイメージはあったんですけど、うん、もうとにかく打ち勝つんだ。そうだからピッチャーには、ほんでみんなわしらよりもみんな若い子が中心やったよ、ピッチャーおじん以外は。だから余計のことお前らな、しょうもないフォアボールなんか出しゃがって言うて、野手がみんなガン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 やね、ええから打たさんかい言うて、そんな連中やから。だから確かにあの時数の故障というものがうんと思ったけど、もともとは野手でピッチャーを助けてやろうという思いが強かっただけに、やっぱり考えを元に戻して戦うのも早かったんちゃうかな。ああそういうことですか。うん、変にそれを意識せずに普通にやろう、なまた中西が失敗すりゃ誰かまた出てくるやろうと、それでやねえかと、点取ったらやねえかという、そんな感じやったと思う。だからそのマジック出てからの勝ち方も結構打ち勝ってますもんね。あ、そう、12対4、10対2、7対3もうまあそれはそれはそんな、ね、うん、だから負ける気しなかったんちゃうかな。まあ、当時特にあの対応戦にはめっちゃ打ちましたね、うん、あの相性のいいチームには絶対負けたらあかんやん。あれ誰やったかな、あの年のね、高政か、鈴木高政かなんかな、母さんええ加減してくださいよ、なんだやんって。だって阪神のこの打線もう僕らじゃね抑えようがないです。確か高政はあの年もうなぜ主力になっとったと思うね。抑えかなんかやっとったかな、あれ初め抑えやっとったからね、はい、だからその打線に関してのやっぱりいろんな思いあいつ持っとったはずやね。なんかの拍子にあいつもうええ加減してくださいよ、あの打線はあいつぼやい、それは相当恐怖やったでしょ。恐怖や、僕ら点取っても追いつかへんやないですか。すぐもうマウンド上がったら、うわここで点取られたらやばいなと思ったら、きっちりやっぱ取られるもんよ。ベンチから見とってもこのイニングやばいと思ったら絶対やばいよ、もうそんなんですもん、な勝てませんよ言って。だからそんな話聞けば聞くほどね、こっちが常に優位なとこにおるんやから、まあ、そういうことになりますね、うん、だから絶対にこっちとしたら弱みを見せんでも堂々とした姿におれば、相手の方が気遣ったり怖がったり、そういうふうなとこに行くんやったら自ら負けるっちゅうな。そうやん、わしは勝ったんちゃやんけ、あいつは勝手にこけてくれたんやねんけど、そう思う野球になったわけよ。やっぱり試合前からね、うん、なんかやっぱりそういうなんか優位に立ってるような雰囲気ってやっぱりある、まあ、当時は特にあったんじゃないですか、うんうん、全然だから負ける気しないっちゅうのは。ただ巨人戦だけはもう何が何でもこの連中に負けてたまるかっていう意識はやっぱすごかった、はい、うん、それ以外の4球団相手にはもうそういうふうな、特別な意識は何にもない。